地も2枚。表地には接着芯を貼っています。 15mm 幅のカバンテープを 35cm にカットしたのを2本、マグネットホック 18mm を1つ用意しています。最初に表地と裏地、マチをカットしていきます。マチは縦 4cm、横も 4cm でカットします。中心からこの中心から左右6センチと9センチのところに印をつけます。6センチ、9センチ、6センチ、9センチのところに印をつけてきました。そしたらこの4箇所7センチの線を引きます。7センチの線を引いてきました。残りの3枚も同じようにします。表地も裏地も線を引いてきました。そしたら裏地にはマグネットボタンをつけます。マグネットボタンは半分にして上から 3.5 センチのところにつけていきます。裏地1枚だと薄いので歯切れも一緒に挟んでいきます。ところに合わせて畳んでいきます。表地は表面から見て外側に倒します。裏地は表面から見て内側に倒していきます。できました。そしたらこの畳んだところの、まあ、2mm、 この線の 2mm ぐらい内側をこの 7cm のところまで縫っていきます。裏地も下から7センチのところまで縫ってきました。表面から見ると表地は外側に倒しています。裏地は内側に倒しています。そしたらこの底を合わせて留めていきます。裏サイドも合わせてここを縫い代 1cm で縫っていきます。
裏地も再度と底を縫ってきました。そしたらこの縫ったところをアイロンで割ります。アイロンで割ってきたらまちを縫っていきます。表に返したら下半分にして中心に印をつけます。中心から左右6センチのところに持ち手を合わせていきます。持ち手を合わせたらここを仮縫いします。そしたらもう一度裏に返します。裏に返したら表に返している裏地を中に入れます。裏サイドから合わせて留めていきます。留めてきました。そしたらこのサイドの方に返し口を開けて残りを縫っていきます。開けて残りを縫ってきました。そしたらこの返し口のところは折ってこうアイロンをかけておきます。この返し口をアイロンで割ってきました。そしたら表に返します。表に返してきました。そしたら返し口を合わせて留めます。返し口を留めてます。の持ち手のところは右側を持ち手の後ろにして上に合わせて留めます。持ち手の方も留めてきました。ここをぐるっと一緒に縫っていきます。縫ってきました。これで完成になります。